マミーさっきのは何やったのさっきのがハニー、一番最初のはハニー、ハニープロセス、セスこれはあ、美味しいね、ナチュラル。あ、これナチュラル。ナチュラル美味しい。こんな違うんだ。こんな違うんだ。プロセスの方法が違うってこと。そうです。うん、俺2番目が好きかも。あ、フェイちゃん、歯を噛んで。这是在大阪，然后 这是大阪的星巴克同学朋友们。飲みやすさで言ったらすごい飲みやすいと思う。感じとしてでかいところがメインになっちゃうんだけど、リードしてる産地ってそういうところなんだけど、この次の時代っていうのが出てくる。産地として次の国がこうリードしてくる。そのうち僕が目つけてる国が2つあって、そのうちの1つが中国で、この地方のこの農園のマークなので、まだ日本では飲めない。どこの商社もどこの保健所も扱ってないから、それを今日試してもらおうっていう感じです。中国語で書いてあるところ、かっけえかっけえ全然読めなくて。
MX はね、フェニックス何回もやったってな、ドリッパーが京都で70万円だけ。日本でここだけ。そう。で、あ、まあいいよ。日本でここだけの。適当にこう、おしゃれやっていきたい。おしゃれだな。ケメックス買おう。ケメックス買おう。買おう。ずっと欲しいって思ってたけど、使ってるの見たことなかったから。ありがとうございます。ちょっとさっきペーパー触らせてもらったら全然違った、紙の質が。あれ、ヨネちゃんのある。ごめんごめん。いや、ほんとうまい。そしてコップが一つ足りないらしい。なんか飲んだ瞬間はアフリカっぽいけどさ、後味はでもなんかグアテマラっぽい、なんかこうチョコレートじゃないけど、なんか穏やか。ここの人たちのすごいところは、もう自分たちの豆が次の時代、コーヒーの時代で一番うまくなること、一番うまいコーヒーであることを担っていることを信じて疑ってないところがすごいな。生産者って結構そういう意識多分ないというか、それで結構いろんなとこ回って、やっぱり基本的にはこの、やっぱ普通のナイスカップ見るより落とし豚の、そうですね、 G だっけ、はい、ナイスカップ見る顔と出たらこっちが出たから、やっぱこっちの方がいいな。前のやつが台湾にあった。あ、今買うんだろう、もうこれ関西の大学でスタバって最高やな。みんな明日ケメックス使ってるみたいな、あれみたいな。みんな買ってる。すごい大きいですね。高そう。やっちゃうの、コピー用紙みたいな。コピー用紙。コピー用紙とわしぐらい違う。これだけ流して、ね、その気持ちを、はい、一緒にいる、うん、一緒にいるよ。そのままやっぱりこう使ってたのに3人が使うようになりますから。それで入れる時のコツとかあるんですか、これ。あ、これっつうか、ケメックス。ケメックス、ケメックスはね、コツというか、もうそのなんだろうな、落とす速度とかしたら、結構もう自由自在なので、ガーッと入れようか、押さえすぎて、だから器具の補正っていうのがあんまないから、そういうのとか、ね、だから、そういう意味ではコツはない、もう自分で好きなように入れればいい。あ、そうですね、確かに。スタバは、で、他にあんまりね、その大人数に入れるときも、大人数用に入れるのが好きじゃなくて、そう、今豆何グラムやったの？あ、それ聞こうと思ったよ。本当だ。今のが19。19でお湯大体どれぐらいですか？内緒。今見た笑顔。そこに映ってる。
通りあれだよ、ラテンアメリカ見て、うん、マツケン来たらよく分かるよ、クラクラのやつ、怖いね、クラクラこれじゃないよ。違う違う。違う違う。楽やな。なんか動くから。いいわ。緊張してる。緊張しますよ、それは。いいカメラの後ろから。そのシーンで。来る、ちょっと待って、めっちゃ手汗、おしゃれインスタで見るやつやわ、めっちゃ手汗見てまわねんけど、絶対美味しいやつですね。